こんにちは。歴ショックです。今回は、曽我兄弟の仇討ちの陰に隠れた頼朝暗殺未遂事件について紹介します。曽我兄弟の仇討ちは、親を殺された曽我兄弟が、親の仇である工藤祐経を富士の巻狩で討ち果たした出来事で、赤穂浪士の討ち入りなどと並ぶ日本三大仇討ちの一つとして、後世まで語り継がれました。しかし、この仇討ちの陰に隠れて源頼朝も襲われ、御家人たちも被害を多く受けていることから、曽我兄弟を裏で操っていた人物がいたとも言われています。今回は、曽我兄弟の仇討ちの概要、頼朝暗殺未遂の裏に隠れた鎌倉幕府をめぐる御家人たちの不満について紹介します。伊藤祐親の孫として不遇の人生を送る。曽我兄弟の生い立ち。曽我兄弟は、兄の曽我祐成、弟の曽我時宗の二人のことを指します。二人の父は、河津祐康と言い、河津祐康の父は、源頼朝の最初の妻であった、八重の父にあたる、伊藤祐親になります。河津祐康は、伊藤祐親の長男でしたが、かねてから、伊藤祐親と所領問題を抱えていた、工藤祐経によって殺されてしまい、祐康の妻は、兄弟を連れて、曽我祐信のもとへ再婚し、兄弟は、曽我を姓に名乗ることになりました。工藤祐経は、元は、伊藤祐親を狙っており、狩りの帰りの祐親一行を襲撃しますが、祐親は殺せず、その場に一緒にいた、この祐康を撃ったとされています。曽我祐信は、元は平家方として、石橋絵馬の戦いでは、大場景親に属して、頼朝と戦うも、頼朝が勢力を巻き返すと、これに降伏し、頼朝に臣従することとなりました。その後は、源平合戦に頼朝側として従軍し、一ノ谷の戦いなどで活躍しています。曽我祐信は、実子の曽我祐経と共に弓矢の達人であったと伝わっており、たびたび儀式などで射手を務めたりもしていました。しかし、曽我氏は足柄周辺の少領主であったため、曽我祐信は、実子の曽我祐経に所領を相続するので精一杯で、曽我祐成、時宗兄弟へ分与するだけの土地は持っていませんでした。兄弟は、これに不満を募らせ、北条時政のもとへ接近し、弟の時宗は、時政を烏帽子親として元服するほどでした。北条時政は、曽我兄弟の叔母にあたる伊藤祐親の娘を妻に迎えており、二人の間からは、北条政子や北条義時が生まれるなど、伊藤祐親を介して、北条氏とは深いつながりがありました。曽我氏の家督を継げる見込みもなく、所領の配分も期待できない曽我兄弟は、この北条氏との縁の唯一頼りに、厳しい生活を送ることとなり、時政の庇護のもと、富士の巻狩を迎えることとなるのです。亡き父の仇を討つ。富士の巻狩での襲撃。源頼朝は、征夷大将軍就任から1年後の1193年に、当時、北条時政の支配下にあった駿河の国の富士山の麓で、御家人たちを引き連れ、大規模な巻狩を実施します。この巻狩では、頼朝の子の源頼家が、初めて鹿を撃って、頼朝が大喜びして、北条政子に報告の使いを送ったものの、政子は、武将の子なら当たり前と、死者を追い返したという逸話も残されています。巻狩は、半月近くにわたって開催され、その最終日の夜に、曽我兄弟は、父の仇である、工藤祐経を襲撃します。最終日であったことから、参加した御家人たちは、おのおの宴会をしており、工藤祐経も、王道内と酒を飲んでいる最中に、両者ともども撃たれてしまいました。ただし、曽我兄弟の襲撃は、工藤祐経殺害だけでは終わらず、兄弟は、頼朝の護衛の御家人たちとの戦闘も始めてしまいます。頼朝のそばには、かつて、源義高の従者を務めていた、雲野幸氏など若い御家人が、多数控えており、兄弟は、多数の御家人を前に奮闘し、十数名が傷を負い、宇田五郎が撃たれるなど、多数の被害が出ました。そんな中、兄の祐成は、北条時政の側近でもあった新田忠常によって討ち取られてしまいます。一方の時宗は、なおも頼朝の元を目指し、御家人たちを次々と突破し、ついに宿所に押し入りますが、
宿所内にいた御所五郎丸によってついに取り押さえられてしまいました。翌日には頼朝自ら時宗の尋問を行い、頼朝は時宗の有志に免じて除名を提案したものの、工藤祐経の子の伊藤祐時が死罪を主張したため時宗は斬首されました。以上が曽我兄弟の仇討ちの全貌です。ただし仇討ちだけなら工藤祐経を討ち取ったところで終わるはずですが、兄弟は目的を果たした後も頼朝をめがけて襲撃を続けていることから、真の目的は頼朝暗殺にあったのではないかと言われています。曽我兄弟の庇護者であった北条時政による謀略説をはじめ、鎌倉幕府が抱える所領問題など、この仇討ちには様々な説が唱えられており、一つずつ紹介していきます。時政の陰謀？全部頼朝のせい？曽我兄弟の仇討ちの真相。曽我兄弟の仇討ちには代表的なものとして、兄弟が頼朝の仇と考えていた説、北条時政による暗殺未遂説、他の御家人たちによる暗殺未遂説があります。まず曽我兄弟が頼朝にも恨みを抱いていたというのは、曽我兄弟の父河津助康の暗殺は頼朝が命じたとする説があることから来ています。当時の頼朝はまだ流人の身分で、伊藤祐親の娘の八重との間に千鶴丸を設けていましたが、祐親によって千鶴丸は殺されてしまい、これに恨みを持った頼朝が工藤祐経に命じて祐親一行を襲撃させたというものです。曽我兄弟は父の襲撃には頼朝が絡んでいると知っており、実行犯である工藤祐経を撃った後は黒幕である頼朝を襲撃したとすると、仇討ちとしても成立します。また曽我兄弟は所領問題から頼朝を襲撃したとも言われています。長きにわたって繰り広げられた源平合戦、そして奥州合戦により頼朝の敵は全て打ち果たされており、戦で手柄を立てて新たな土地を得るといった鎌倉幕府のご恩と奉公のシステムは早くも機能不全に陥ろうとしていました。一方大江の広元のような文官や工藤祐経のような京都の文化に精通した武士はこれからの世の中に必要な人物として引き立てられており、武勇一辺倒の武士たちにとっては辛い時代の到来が予測されていました。特に曽我兄弟のように相続できる見込みのある土地を持たない武士にとっては、頼朝のもと平和が続く限り自分たちの苦しい生活は生涯改善されないことになります。頼朝さえいなくなれば戦乱の世に逆戻りし、自分たちにも一発逆転のチャンスが出てくると考えるようになっても不思議ではないでしょう。所領問題に関する不満は曽我兄弟だけでなく大小様々な御家人たちが持っていたと考えられます。特に頼朝に長年従ってきた東国の武士たちは恩賞が出るからわざわざ西国にまで戦いに行っていたのに、奥州合戦後は恩賞が出るわけでもなく頼朝の上洛に従って京都に行ったりするなど負担ばかり増え不満が溜まっていたことでしょう。頼朝としても官位の推挙を行うなど対策は講じていましたが限りがあり、こうした不満を抑えられずにいました。一方北条氏をはじめ一部の御家人たちが幕府内で力を持つようになっており、御家人間でも格差が生じるようになっていたことから、不遇を囲つ御家人たちの恨みは頼朝だけでなく幕府の中心を占める有力御家人にも向いていた可能性はあります。曽我兄弟を使って頼朝や有力御家人を排斥しようとしていた御家人に大場景義と岡崎義実がいたとする説があります。大場景義や岡崎義実は頼朝の父源義朝の時代から源氏に忠誠を尽くす御家人でしたが、武家政権が固まるにつれ活躍の場を失い、老齢でもあったことから幕府の中枢からも外れていました。彼らは頼朝だけではなく北条時政をも暗殺の対象として狙っていたとも言われています。実際に曽我助成は時政の側近である新田忠常に討ち取られており、時政を狙って進んでいたとする説も成り立ちます。大場景義、岡崎義実はこの富士の巻狩の前後に揃って出家し第一線から外れており、時政を狙ったのはないにしろ
蘇我兄弟の仇討ちと何らかの関わりがあった可能性は考えられます。一方で北条時政を黒幕とする見方もあります。これは蘇我兄弟が実質的に時政の庇護下にあった人物であったこと、そして富士山の麓の駿河の国はこの頃は駿河守護である時政の支配下にあったことが主な理由に挙げられます。巻狩りの準備も領主である時政が主導して設営準備を行っており、襲撃をしやすい位置に頼朝の宿営地を設置するなど事前の準備は十分に可能です。また時政が頼朝を暗殺する動機についても比企能員との対立から説明することができます。北条時政は娘の北条政子が頼朝と結ばれたことで姑として頼朝と縁ができ、頼朝のもと伊豆の一階の武士から勢力を伸ばすことができました。しかし頼朝は北条氏だけでなく自身の乳母の比企尼に連なる比企一族も重視しており、跡継ぎの源頼家の乳母に比企能員の妻をはじめ比企一族の人物をつけるなど、頼家の貢献として比企能員ら比企一族を引き立てていました。比企能員は頼朝だけでなく源範頼や源義経にも比企一族から妻を出しており、頼朝の意向のもと源氏将軍家と結びつきを深めており、時政にとっては何もせずにいれば自身の立場を比企能員に奪われるのは確実でした。頼朝によって比企能員と源頼家という後継体制が固められる前に頼朝を排除して北条政子主導のもと北条有利な体制を築こうとしていたとしても不思議ではありません。この頃の比企能員は頼家の乳母ではあったものの、頼家に娘の若さの局を嫁がせ嫡男を産ませるというところまでは行っておらず、今頼朝がいなくなれば北条政子の意向、ひいてはその父である北条時政の意向が最も重んじられることとなります。時政としては頼朝を排除し源頼家を取り巻く比企一族も北条政子の意向として排除することで北条氏の勢力挽回を図ろうとしたのではないでしょうか。仇討ちという名目のもと工藤祐経殺害をカモフラージュに頼朝の命を狙ったものの、思った以上に大騒ぎとなり、新田忠経を使って口封じのために蘇我兄弟の命を奪おうとしたと考えるのはさすがに飛躍しすぎかもしれませんが、後の時政の暗躍ぶりを考えるとやっていても不思議ではありません。いずれにせよ日本三大仇討ちの一つ蘇我兄弟の仇討ちは単なる親の仇を討ったという話ではなさそうです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているのでよかったらチェックしてみてくださいね。